ただいま。みんな、あのね、さっき向こうで。紫、よかった、間に合ったか。とんでもない強敵が私たちに勝負を挑んできたぞ。え、久しぶりだな、お前たち。鈴音先生、ミス R の格好はもうやめたんですか？何の話だ。ミス R なんて聞いたことがないぞ。ずっとこんな感じなのよ。どれだけ聞いてもごまかすの。ごまかしてなどいないぞ私は。ただまあ、その話でこれ以上突っ込んでほしくないのは事実だが。わかりました。ミス R は鈴音先生ではない。この話はこれで終わりにしたいと思います。助かるぞ、みやび。でも私たちと勝負って、鈴音先生も P1 グランプリの参加者なんですか？いや、そうではない。だからお前たちを倒して参加権をもらい受けるつもりだ。どうしてそんな。私は優勝する、たとえどんな手を使ってもな。そっか、分かっちゃった。鈴音先生も優勝して何か欲しいものがあるんだね。それ以上はノーコメントだ。さあ始めるぞ。どうしよう、さっきの話を言いそびれちゃったけど、でももう試合だし、後で話せばいいよね。どうするんだ。どれにするの？どうしようか。行くぞ。教え子でも手加減しないぞ。並々ならぬ覚悟を感じる。何がそこまで鈴音先生を駆り立てているのだ。優勝して欲しいものがあるみたいだけど、一体何なのだろう。私が欲しいものの価値はお前たちにはまだ分かるまい。だからこそ負けるわけにはいかんのだ。死ねんのだ。殺せ。先生、ありがとうございます。あなたの教えでここまで強くなれました。私に不可能はない。優勝したかったのに。お肌の張りが9歳若返る薬が欲しかったのに。
キリア先生に昔のピチピチな頃の私をもう一度見せたかったのに。9歳若返るとか妙に具体的なのが涙を誘うわね。いいじゃないか、先生はいくつになっても乙女なんだ。私としたことが取り乱してしまった。今のは見なかったことにしてくれ。はい、わかりました。鈴音先生、 PBS には何か別の目的があるんですか？何？紫、何を言い出すんだ？ミスター K って人が誰かと話しているのを聞いたんです。鈴音先生ならその意味がわかるんじゃないですか？鈴音先生、どういうことなんですか？今はお前たちの質問には答えられない。しかし PBS を最後までやり通せばおのずと真実ははっきりするだろう。さあ次の試合の準備を進めるがいい。はい、わかりました。みやび、お前はちょっと待て。はい、何でしょう？一つ聞きたいことがある。聞きたいことですか？今のチームの状況をリーダーとしてどう考える？それ以上は言わずともわかるはずだ。どのようにチームをまとめるか、やり方は人それぞれだ。お前なりのまとめ方を期待しているぞ。私からの話はそれだけだ。はい、わかりました。期待に応えられるよう頑張ります。私なりのまとめ方か。至極当然の結果だ。ユミはどうした？まだトイレから出てこないよ。そうか。さすがのユミちゃん、でもプールの水のかき氷はきつかったみたいね。仕事欲しさのあまりユミをこんな目に遭わせてしまうなんて。くそ、リーダー失格だ。私は村ちゃんは悪くありません。ユミお姉ちゃんの声だ。トイレからだよ。むしろ謝るのは私の方です。自分のお腹を過信していました。もういいユミ、何も言うな。今はトイレで安静にするんだ。はい、ではお言葉に甘えて。こうなったら次はわしの出番やな。出番って、日陰ちゃんは何をする気なの？ラップや。え？ごめんなさい、よく聞こえなかったわ。もう一度言ってくれる？ラップや。ああ、ラップや、ラップ。嘘でしょ？嘘やないで。サンキューベイベー。日陰ちゃんがラップってなんか大変なことになるような気がするんだけど。さあ予選の4回戦が始まるで、ヨーチェケラや。選んでくれるか？どれにするん？
自由に選んでちょうだい。行くで。さあ、行くで。ゴー！4、3、2、1、PBS ナオンステージ。本当にラップやるつもり？わしがラップをやるのはそんなに変か？うん。即答やな。そもそもなんだけど、日陰ちゃんはラップって何だか分かってるの？食品用のラップフィルムじゃないんだぞ。ちょっとわしのことバカにしすぎとちゃう？忍びたれ。凛、鈴音先生が相手だと。鈴音先生、どうしてミス R という馬鹿げた真似をしているのですか？何の話だ。私はミス R ではない。いや、そんな、あれは一目見れば。私があんな変態みたいな格好をするわけなかろう。そうですね、わかりました。ではそういうことにしておきます。それがいい。話がまとまったところで勝負だ。こんな姿見せられない。強くなったな、お前たち。こんな大会でも勝ちは勝ちだ。胸を張っていいぞ。はい、ありがとうございます。それじゃ、わしはラップの準備をするわ。ラップ？何の話だ？いや、その、気にしないでください。今、帰りましょうか。最後にもう一度聞くぞ。本当にやるのか？もちろんや。おいカメラ、こっち向け。ほな行くで。せやな、せやな、せやな、せやな。わしは日陰、無感情生まれ、無表情育ち、不気味ガール。たまに笑うとみんな怖がる。こんなわしにも夢がある。それは YouTube の VTR。 仕事がたくさん舞い込めばホムラグレン隊は最強になる。待ってるでオファーのメール、片っ端から受けてやる。あれ？なんだかかなり面白いんだけど。せやな、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 せやな。チェケラッチョ、ヘイ。ああ、今配信された動画の再生数がすごい勢いで伸びていくよ。 Thank you, baby。最高評価よね。